バルトの楽園は2006年公開の日本映画。タイトルのバルトとはドイツ語で、ヒゲの意味。主人公の松江豊氏やドイツ人捕虜が生やしていたヒゲをイメージしている。第一次世界大戦中の徳島県鳴門市のバンドウ捕虜収容所が舞台で収容所所長、松江豊氏の活躍や捕虜となったドイツ兵と地元の住民の交流などを史実に基づいて描いた作品。 松江は不良に対し、人道的な扱いを心がけ、捕虜による楽団が、公共曲第9番換気の歌を日本で、初めて演奏した。阿波大将ロマンバルトの庭撮影に際しては、実際に収容所のあったナルト市大魔町バンドに、当時の施設を再現する形で、ロケセットが建設された。セットは撮影終了後に、ナルト市に譲渡され、 バンドのケムラ勘気の里の鍋2006年3月から2年間の限定という条件で一般公開された。市の予想を上回る23万人の入場者を集め、2008年3月で一旦予定通り公開を終えたが、地元から公開の延長や形を変えての存続要望が出たことから、地元の NPO が市と運営に関する委託契約を、 結んだ上で、同年4月13日より公開が再開された。当初は6月までの予定であったが、その後延長され、2009年2月で公開を終えた。最終的な入場者数は25万9000人。土地が河川敷であることや、地権者との関係から、現地での高級的な存続は困難であり、これに加えて、鳴る市側はセットである建物の安全性も、理由として、 委託契約の再延長は認めなかった。閉村後にセットは取り壊されることになっていたが、市側は NPO に対して、委託による保存案を示し、NPO は実際の収容所跡地である、ドイツ村公園近くに敷地を確保した上で、市から無償譲渡を受けたセットの一部を移築して公開する方向となった。2009年3月の時点では、 資金面の目処が立てば2009年夏にも一区に着手し、秋にオープンする見込みと報じられていたが、着工は予定より遅れて2009年11月となり、阿波大正ロマンバルトの庭の名称で2010年4月25日にオープンした。場所はドイツ村公園から徒歩3分程度のナルト下絵町日の木で、敷地は元のロケ村の約1、3の規模である。また、 実際の収容所で使用されたバラッケ一棟も移築された。収容所があった時代の民具なども展示されていた。オープンから約5年後の2015年5月6日限りで閉園となった。その他にもバラッケの一部について2008年の最初の閉存時より引き取り希望の申し出があり、こちらも譲渡されることが報じられた。小説家の中村明彦は著書である 二つの三画と告示していると、週刊、文春で語った。その後、バルトの楽園の小説版出版元である詩を、出版社と映画制作元である東映と品の企画に、公開質問状を、送付、2006年9月4日に、当事者間で和解が成立した。和解の条件として、金銭の支払いはなく、映画の DVD 化の際に参考資料として、 二つの、サンガと中村の名前を記載し、また小説重版の際にも参考資料として記載することとなった。2006年工業収入10億円以上番組、日本映画製作者連盟、バルトのには、閉園を惜しむ最終日、県内外から観光客100人、徳島新聞。 http://www.topics.or.jp:/localnews:/news:/2015/05/201514 兆3106億587万 5113HTML2015 年6月5日閲覧。ありがとうございます。